牧野啓夫とは、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、外務大臣政務官、内閣府副大臣、国土交通副大臣、復興副大臣、国土交通副大臣。元自民党静岡県連会長。牧野孝夫との表記も使用する。静岡県灰原郡金谷町に生まれる。静岡県立島田高等学校。 早稲田大学法学部卒業。大学卒業後、テレビ静岡に入社し、報道記者を務める。1995年、静岡県議会議員選挙に出馬し、初当選。3期務めた後、2007年7月の第21回参議院、議員通常選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。当選後、津島派に入会した。 2010年7月から同年10月まで参議院国土交通委員長を務めた。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙に自民党公認で出馬し再選。同年9月末に行われた第二次安倍内閣の副大臣大臣政務官人事により外務大臣政務官に任命され、2014年9月の内閣改造後の人事により退任した。 2019年4月の塚田一郎国土交通副大臣の辞任に伴い公認に指名された。2019年7月の第25回参議院議員通常選挙に自民党公認で出馬し再選。ありがとうございます。